茨城県道111号高萩花輪線、高萩市劇見た福島県東白川郡花輪町、大和片海付近福島県道11 1号、高萩花輪線東白川郡花輪町行き、茨城県道、福島県道111号高萩花輪線は、茨城県高萩市から、福島県東白川郡花輪町に至る、一般県道である。 茨城県高萩市高戸の国道6号、高都交差点より分岐して西へ向かい、阿武熊高地南部を縦断して、福島県東白川郡花亜町、川上東なるまで結ぶ延長約44キロメートルの路線。路線の主要な区間は、阿武熊高地の中を通る山道である、起点より、茨城県道67号高萩インター線の前線と徴用し、 高萩市上田綱の関口十字路から福島県側が単独区間になる。振動として、茨城県高萩市中心市街西部では、都市計画道路関竹やか浜線が県道高萩花輪線に指定されており、2014年現在延長 1.766km が部分共用中である。1985年2月1日、前進にあたる県道下木見田高萩線を、 路線廃止し、起点を高萩市関田基とし、終点を福島県花輪町まで延長した新たな路線として認定された。平地部と山間部では、道路の様相が大きく変化する。平地部は2車線、山間部は1から2車線あり、特に茨城県高萩市激見たから福島県花輪町、片海までの県境を越えを含む区間は、 一車線幅の林道の様相で2 0トル以上も続く離合困難な境愛区間である。花輪町行きから終点の川上まで参観の1.5車線の道路が続く。茨城県の都市部では国道6号と並行する高萩市か手なき茨城市中郷町阿波野を結ぶバイパス道路の整備が進められている。道路法の規定に基づき高萩市荒川 同志家田綱館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。都市計画道路席滝赤浜線茨城県、高萩市席滝から同志赤浜に至る高萩、市街地西部に位置する幹線道路で、高萩市街地と高萩インターチェンジを連絡し都市の、骨格を形成する重要な道路。 2014年現在、高萩市、荒川、同志片綱の延長 1.766km 区間が、福音 25m にて、部分共用中で、この区間が本県道に指定されている。将来は、北茨城市中郷町阿波のまで延伸が、計画されている高萩花和線バイパスと接続する。高萩花和線バイパス、茨城県高萩市から、 北茨城市に架かる国道六号の代替道路として、二千十年度より事業化された道路改良整備事業中の延長三点六キロメートル、幅員十三点零メートルのバイパス道路、街路事業として整備された石滝赤浜線の延長上にあり、二千十六年三月末現在では、高萩市か田綱地内の一部区間が共用された、木のりコー花輪町中心部と、 国道349号を結ぶ区間の内目、のぞり地区の共愛区間の解消のために2008年度に事業化された平成30年代の完成を見込んでいる。ありがとうございます。